プレミアム付き商品券を実際に使ってみましょう。ということでやってきたのはサザン通り商店街にあるお店、茶商小林園。こちらのお店はおよそ20種類の中から好みのものを選ぶと、ご主人がお好きな量をすぐに袋詰めしてくれるお茶の専門店。新鮮で安全なお茶を提供するために、注文を受けてからお客さんの前で袋詰めするそうです。あ、こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。すいません、はい、こちらのお店で、はい、このプレミアム付き商品券は使えますか？はい、使います。あ、使えますか、はい、よかった。大丈夫です。こちらのお店は新鮮なお茶が量り売りができるというのが特徴だと聞いたんですが、はいはい、です、目の前で量って売ります。何かおすすめのお茶はありますか？はい、そうですね、濃いお茶で美味しいお茶があるんですよ。はい、どれですか？これはね、100グラム1000円の葵というお茶ですね。はい、葵、はい、どんな特徴なんですか？これはね、濃いくお茶が出るんですよね。濃いめの味のお茶なんですね。はい、で、蒸す時間をね、作るとき長く蒸すんですけど。なるほど。はい、ではおすすめの、はい、この濃いめの葵というお茶を 100g いただけますか？はい、わ、はい、かりました。税込みで1080円ですね。はい、わ、はい、かりました。今、詰めさせていただきます。こちらのプレミアム付き商品券はお釣りが出ませんので、この商品券を、500円の商品券を2枚と現金の100円で購入します。そこで注意点なんですが、こちらのプレミアム付き商品券は切り離さずに冊子のままお使いください。では冊子と現金100円です。はい、お預かりします。はい、お願いします。はい、わかりました。ここで茅ヶ崎プレミアム付き商品券を利用するときの注意点です。こちらの商品券はお釣りが出ないので、現金と併用して上手に使ってください。また利用するときは切り離さずに冊子のままご利用ください。こちらお釣りですね。はい、20円です。こちらお茶です。ありがとうございます。はい、本当プレミアム、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ここでプレミアム商品券でおすすめの葵購入できました。嬉しいですね。